レオオン三世、レオオン三世、イサウロス、685年、頃から741年6月18日は、東ローマ帝国イサウリア朝の初代皇帝、在位、717年から741年。レオオンは、死子の意で、ラテン語では、レオ、レオとなる。中世ギリシア語では、レオン。あだ名の、イサウロスが示すように、 一般には小アジア半島南東部のイサウリア地方の出身とされているが、これは9世紀に生まれた五伝である。彼は実際にはシリアとキリキア地方の教育部に位置するゲルマニケア、ゲンカフラマンマラシュの出身。ゲルマニケアにはコンスタンティノス五世の時代までレオー,オーンの一族が住んでいた。元々の名前はコノン。青年期に ユスティニアノス二世の植民政策でトラキアへ移住した。彼の初期の経歴は不明な点が多い。旧世紀の年代記作者テオファネスによると失脚したユスティニアノス二世が再起を図るべく705年にコンスタンティノポリスを目指して行軍した際、定位奪還に協力した功績で取り立てられるようになったという。だが彼はユスティニアノスから疑念を持たれて、 辺境のコーカサス地方に左遷させられた。また、広大の師書によると、コーカサス地方から帰還した時には、アナスタシオス二世時代になっていたという。一方同じく九世紀の年代記作者であるによると、南イタリアに艦隊司令官として派遣されているとも言う。一般には、テオファネスの報告が紹介されることが多いが、しかし不自然な点も多い。おそらくは、 コーカサス地方から帰還した後、南イタリアに派遣されたのだろう。またそれ以外にも、テマの何らかの感触についていた可能性が、印象資料の分析から指摘されている。経歴が明らかなのは、アナスタシオスに世によって、テマアナトリコーンの長官に任じられて以降である。この時期には、ウマイヤ朝の軍がすでに小アジアに侵入してきており、イスラーム軍の司令官である、マスラマ、 アブドゥルマリクの息子がアナトリコンの中心都市であるアモリオンに迫っていた。だがレオオ,オンは、計略によってマスラマの軍を一旦交代させた後、テマアルメニアコンの長官で名優のアルタバスドスと共にコンスタンティノポリスに向かった。コンスタンティノポリス対岸のクリュソポリスに到達すると、コンスタンティノポリス総主教のゲルマノスイセイラがテオドシオス三世を退位させ、 レオーン三世として即位した。レオーン三世が即位して間もなく、マスラマの軍がコンスタンティノポリスに到達し、8月15日からを開始した。これに対し、レオーン三世は、金閣湾の入り口を鎖で封鎖する一方、時には自ら艦隊を指揮して、イスラームの補給艦隊を撃破している。補給が滞ったこともあって、ウマイヤ朝の軍は急防し、 レオーオン三世の要請によって難化してきた、ブルガリアの軍にも悩まされた。結局、ウマイヤ朝の軍は七百十八年八月十五日に撤退を開始した。これ以降、広大のオスマン帝国の時代まで、イスラーム軍によって首都が包囲されることはなかった。即位後しばらくは、テマシチリアにおける反乱や、七百十九年のアナスタシオス二世の陰謀などもあったが、徐々に、 レオーン三世の政権は安定していった。レオーン三世は名友のアルタバスドスを、それまで陰謀の中心になっていたテマをプシキオンの長官に、認知で小アジアのテマを把握する体制を整えた。なお、かつてはレオーン三世の時代にテマアナトリコンからテマトラケシオンが分割されたと考えられていたが、現在ではこの見解はほぼ否定されている。 陸の手間には手をつけなかったが、レオン三世はオプシキオンと同じく陰謀の温床となっていた帝国艦隊の分割は実行し、小アジア南部に手巻ビューラ予隊が設置されている。このように帝国側の体制が整っていたことや、ウマイヤ朝が徐々に衰退していったこともあって、七百三十年代以降は、ウマイヤ朝の小アジア侵攻が大きな成果を生まなくなっていく。 そして740年には、アクロイノオンで、ウマイヤ朝の軍から決定的な勝利を奪い、イゴショーアジアへの進攻は激減する。一方、イタリア方面では、シチリア島で艦隊の強化を進めて、チュニスから襲来するイスウム艦隊に対抗するも、イタリアで重税を課したこともあって、イタリア北中部での統治力は揺らぎ、732年頃には一時、ラベンナが、 ランゴバルド王国のリュートプランド王によって制圧されてしまう。内政面では、ローマ法大前の要約、改定版であるエクロゲー、中世ギリシャ語読みではエクロイ、法の抜粋の意と呼ばれる法律集を七百四十一年、あるいは七百二十六年に発行した。また、レオオン三世は遺婚数計を一旦であるとみなして二十六年に遺婚数計の禁止令を出し、 製造破壊運動、イコノクラスムを開始し、かなり厳しい弾圧を強いた。730年には総主教ゲルマノス一世が、罷免された。また、製造破壊運動に同意せずに、イコン数教を続けたことで拷問を受け、後に、聖教会に劣勢された聖人としては、ダマスコのヨアン、かつ二者表信者、バシリオス、ワシリーがいる。 この問題がきっかけとなって東ローマ皇帝はローマ教皇と対立しカトリック教会との乖離を深めていく。製造破壊運動は東西教会ともに787年第二二課や公開に決議により製造用語を認めることで決着したが両教会の競技場の際は後にフィリオクエ問題をきっかけとして再び顕在化することとる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。